皆さんこんにちは、ダイスです。今回は集まれ動物の森やっていきましょう。もうすでに撮ってきたんですが、今回はですね、北半球で10月から出現する海の幸についてのお話をしていこうと思います。まずは、北半球で10月から出現する海の幸は3つあります。どんなものがあるのかというと、撮ってきた時のものを動画にしたので、そちらを見ていただけたらと思います。とりあえずですが、夜の時間帯に来ましたので潜っていきたいと思います。これはあれ、ホタテな気がします。違うかな。あ、当たり、ホタテ。今日まだ来てなかったからもらえますね。何だろう。ホタテって1日でも結構取れますよね。10月に入ってから昼間まだ潜ってなかったから、初だ。レシピが欲しいですね。締め切りに追われるもの、かつて夏休みの宿題に追われていたもののことである。あ、追われてたかもしれない。今はまあお仕事だと締め切りありますよね。私も今一つちょっともう少しのやつがあるな。じゃ、奥に見えてるやつを取りましょう。アガの感じは多めですね。なんか、あれ？早い。向かってきてた。お、来た！伊勢エビ。これは、伊勢エビ取ったよ。おめでたい。エビの王様だ。え、結構早めでしたよね。多分。伊勢エビは、アガが多めなので、ちょっとわかりやすいのかもしれないなと思って見てたんですけど。なかなか泡が多めのがいないですね。これまっすぐ系で、普通？ちょっと多いけど、多いって言えるのかな？あ、動かないし、魚影が大ぐらい。新しいやつですね、ワカメ。8月から遊んでて、今回初ゲットです。もっと前にはいたのかもしれないですね。これ多分伊勢エビな気がします。少しゆらゆら揺れながら、泡が多い。のと、潜るとすぐ反応していなくなりそうですね、これ。あ、でも追いかけられないわけではないから、最速って感じではないかもしれないです。ただバタ足使ってしまうと近づけないです。魚影の大きさは特大とかだと思います。さっきワカメ捕まえた時よりも大きめだと思うんですけど。あ、一番最初の一匹目が、いい具合に手前に来てくれてただけみたいです。結構早めですね。追いつけないわけではないような気もするんですけど、結構逃げますね、やっぱり。あー、いっぱいになってる。ちょっと交換をして、その後、置きに行かないといけないんですが、まだ潜って探してみようと思います。取れたので、とりあえずと思って寄贈に来たんですが、私多分なんですけど、8月は寄贈してるけど、9月からのもしかしたら寄贈してなかったのかもしれないです。オウムガイとか寄贈になってないの驚きました。忘れてた。また潜ります。これも伊勢エビですね。近くまで来ると逃げ始めるのが特徴な気がします。泡も揺れてて大きめなので目立ちますね。ただ早い。でもダイオウグソクムシとかよりは遅いと思います。なんか感覚的な問題なのかもしれないんですけど、回り込んだりとかをした方が早く捕まえられると思うんですけど。動き出しは早いですが、ちょっとゆっくり動き始めてる気がしますね。なんで、比較的捕まえやすいような感じがします。これもかな？これもそうですね。早い。でも止まるのもすぐ止まってくれる印象です。
後で捕まえられそうって感じなので、後ろから追いかけていってもいけますね。実験してみました。これだったら大量にゲットできそうな気がします。結構大量に伊勢エビが取れました。もう1匹10月から出現する海の幸がいるんですが、夜取れなかったので、いや、いたのかもしれないんですけど、2周回って見つけられなかったです。また日付が変わった昼間潜ってみたいと思います。お、チンアナゴ。チンアナゴも10月までの出現で、11月からはいない魚じゃない、海の幸になりますね。いないかな。もう1匹昼間も出るみたいだったんですが、あと夜ワカメも1個だけだったんで、ワカメも探したいんですけど、なんかいない。タコいつもいますね。そんなに高くないんだけど、いつもいる感じです。これかな。あ、でもイソギンチャクな気がしますね。もうちょっと泡の数が少ないのがワカメだった感じがしたんで探してるんですけど、イソギンチャクはいっぱいいるのにワカメがいない。あれ、私が探してるのがいつでも多分出現する10月からの新しい海の幸なんですけど、今島半周回ってきていないです。これ少ないな。これちっちゃい。これ違いますね。海石とか、あ、人で全然違った。人でいないかな。あ、後ろに出てるのが気になるので戻ります。ゆらゆら揺れながら、普通ぐらいの数、多くはないですね。あ、これじゃないかな。当たり。動きゆっくりでした。回廊洞穴、ヴィーナスの花籠、これが10月から出現する海の幸なんですが、夜見つけられなかったので良かったです。それでは買い取りがいくらか調べていこうと思います。ワカメを先に寄贈してしまったのでちょっとないんですけど、とりあえず伊勢エビと先ほど取ったもう一匹回廊洞穴を調べます。伊勢エビが5000ベル、結構高めですね。一匹売っておきます。もう一匹の10月からの海の幸も売ります。まあ、正確に言うと寄贈したいので売りはしないんですが、値段だけ確認しましょう。10、え、同じ伊勢エビと一緒ですね。でも多分こっちの方がレア度が高いので、そう考えると伊勢エビをたくさん取って売った方がいいような気がします。それでは今回10月から出現した3つ調べてみましょう。あ、やっぱり他の月にもいましたね。私がリセットをして8月から動物の森のこのデータ始めたので、初出現が10月だった関係でワカメゲットしてなかったです。もうすでに寄贈していて、倍化を調べることができなかったのでインターネットで調べてみたんですが、600ベルみたいです。はい、生息時期は1月から7月と10月から12月で、いつでも取れるものになるんですが、なぜか私の場合は1個しか取れなかったです。また探してみたいと思います。では次、伊勢エビ。伊勢エビは10月、11月、12月の3ヶ月出現で、夜中いる海の幸になります。21時から翌朝の4時までが出現時間になっていて、その時間帯だとかなり多くゲットできたんじゃないかなと思います。私が潜っただけで、多分7匹取れてます。逆に回廊洞穴は、夜は出現してたはずだったんですけど取れなかったので、あの夜の時間帯だと伊勢エビの方が出現する確率が高くなってるのかもしれません。で、次が回廊洞穴。
です。こちらは1月2月と10月11月12月の5ヶ月間出現するものになります。時間帯はいつでも出現するんですが、夜中の時間帯だと伊勢海老の方の出現が多かったので、こちらがもしかしたら出現率が少なくなっていたのかもしれません。ただ倍加が5000ベルで伊勢海老と回廊洞穴同じになるので、夜の時間帯に潜って伊勢海老をゲットして金策をしようかなと思います。で、動きなんですが、私の場合はすぐに捕まえてしまったんですけど、本当はすごく早いらしいです。あの攻略サイトを探してみたところ、早いらしいです。すぐに捕まえられてしまったのと、2匹目をまだ確認してないのでちょっと分かりませんが、ダイオウグソクムシとかと同じぐらい早いのかなと思います。伊勢海老の方が動き回ってた気がしたんですけど、2匹目でちょっと確認を今後してみようかなと思います。あとは感覚なんですが、伊勢海老の方がオオシャコガイより遅かったように思います。オオシャコガイの方が捕まえにくいと思うので、伊勢海老の方が簡単だったかなと思います。そうすると多分速さがちょっと遅めになるんだと思うんですが、それでも捕まえた感じ早めでしたよね。動きが早かったので、ちょっとずつ次からは近づきながら捕まえようかなって思います。で、数確認してみたんですが、やっぱりですね、夜の時間帯私が潜っただけで伊勢海老は全部で7匹捕まえられていました。結構確率も出現率も高いように思います。今結構出しっぱなしになっちゃってるんですけど、後で全部売ろうと思います。で、1匹もすでに先ほど売ってしまったのと、寄贈もしているので、手元に今いる4匹と夜2匹捕まえたうちの1匹、これでやっぱり7匹ですね。全部で7匹捕まえて、で1匹5000ベルなので、個人的にはかなり、まあ高くはないですけど、他の海の幸に比べると値段設定が高いので、売るときにはこれを狙って夜潜ろうかなって思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!